ここチャンス、マテウス、中央に柿谷がいる、マテウス、遠いサイド行って先頭だ、かわしてもう一度運んでマテウス決めた、1対1同点。マテウス今シーズン2ゴール目、ホームで2戦連発。前半の21分です、1対1同点。オフサイドですね。得点認められずオフサイド。マテウスの得点は認められないということになりました。マテウスからニア、スラッシュ来た、ゴール。またコーナーからニアという形でした。今度は藤井がスラッシュしました。藤井ですね、はい、今日はコーナーキックからいずれもニア2得点という名古屋。まだ VAR チェック中のようですが、オンフィールドレビューになります。オフサイドということはあります。ああ、オフサイドですね。オフサイドってことですか、はい。ノーゴールということになりました。オフサイドです。さあ丸山がかなり長い距離を運んで相馬ワンタッチ。さあ酒井、中にマテウスが上がってきた。マテウス、名古屋追加点。その前にオフサイドディレイですか。副審は旗を上げましたが主審はゴールという。まあ、この酒井が受けたところだと思うんですよね。はい、はい、このラインですね。まあ、オフサイドでしたね。オフサイド、はい、パトリック、山中が上がっていきます。さあ長いボール、石田がボールを収める。またしてもマティ・ヨニチ、速いクロスが入ってきてマテウスのシュートだ。ただただ旗が上がっています。オフサイドという判定。この石田のポジションのところですね、はい、最初のパスのところですよね。